はい、どうもこんにちは、B-Boy大丸です。はい、今回なんですけどね、今回ちょっとまたリクエストの方をね、答えていきたいなということで、今回やる技はシフトトーマスですね。シフトトーマスなんですけどね、まあね、これかなり難しいんですけど、まあ、ちょっとね、今から見せていきたいと思います。トーマス一周してから入ります。よいしょ。はい、これがシフトトーマスです。はい、まあ、結構ね、力技みたいな感じでね、かなりね、腕の力使うんで、まあね、難しいんですけど、今からちょっと解説していきたいと思います。はい、今からこのシフトトーマスの説明していくんですけどね、注意してほしいことがあって、まあ、まずその注意してほしいことは、普通のトーマスができただけじゃ、シフトトーマスはちょっと厳しいよっていうことですね。まあ、なんていうか、足振るっていうよりかは、その腰をうまく使ってやる形になるので、まあ、普通のトーマス、足振るだけだとできないのでね、まあ、ちょっとそこだけ注意してほしいなって思います。で、まずどういったトーマスできたらいいかっていうのは、まあ、この前僕動画にしたんですけど、まあ、足振るトーマスじゃなくて、こういう腰を、うまく使う。まあ、常にね、腰が高い状態じゃないと、シフトトーマスは、かなり厳しいので、腰の高いトーマスをまず練習することからやっていきましょう。ちょっとどういうトーマスかっていうのを見せたいと思います。はい。で、まず、普通のトーマスは、こんな感じで足をとにかく横に振るという感じなんですけど、まあ、今回その練習してほしいのは、こういったトーマスですね。見せました。はい、やります。こんな感じのトーマスを練習しないとちょっと厳しいなって思うのでね。で、このやり方なんですけど、はい、まず足を完全に固定します。で、開脚でいいので、まず足は開脚で固定して、で、常に腰を高めで意識します。まあ、前はこれぐらいで、後ろは本当にこういう形で、これぐらい高い方がいいですね。はい、で、まあ、で、あとは、腕の付き方を、こういう風に付いてやる。トーマス振って、ここで、後ろ引くときにしっかり右足をキープして、で、ここで腕を、上から、こうですね、こう覆いかぶさるようにして出すと。で、次前に出すときも、しっかりこの左足をキープして、ここで、キープしっかりして、ここまでちゃんと振ってあげるという形になりますね。まあ、常に腰を下げないような意識で、トーマスをまず練習してもらうのが大事だと思います。はい。今さっき説明した、腕を使った腰高めのトーマスを、まあ、慣れてきたら、次はまあ、シフトトーマス入ってみるというのがいいと思います。まあ、ただシフトトーマスというのは前が、こういう風に、足ちょっと閉じた状態で、トーマスするっていう形なんですけど、今からやります。いきなりちょっと L 字で入ります。こうですね。で、これなんですけど、まあ、多分一発なら誰でもできるんですけど、やっぱり二発目以降がすごい難しいと思うので、まあね、まあでもこれは、まあ、できないよりはできた方がいいので、いきなり入ってみて、まあ、まずとにかく後ろまで行ってみるというのがいいと思います。連発するにはどうしたらいいのかっていうのを説明していくんですけど、まず2発目行くために、まあ、しっかりね、足のキープができないと、後ろに引けないので、最初まあ、前こうなってるんですけど、ここで、
もうしっかり右足をキープするで、キープしたまま腕でこう、こういう感じですね。まあ、だから最初その振ることだけ認識するとそのまま落下しちゃうので、まあ、こんな感じです。最初だけ意識してるとここで終わっちゃうという感じですね。なのでこの右足をしっかりキープして左手にしっかり重心乗せて後ろに引くまでやるという感じですね。はい、まあ、で、まあ、僕のおすすめの練習方法なんですけど、ちょっとやってみます。トーマスして、よし、ここで一発シフトを挟んでやると、2周目にやると後ろからトーマス振る意識もできるので、かなりいいかなって思います。まあ、かなりむずいと思うんですけど、まずその、しっかりね、腰の高さを意識したトーマスをして、で、その2周目にシフト、足閉じたトーマスを挟んでみるというやり方でやっていくと、まあ、少しずつ慣れて、その連発もできると思います。はい、ね、もう一つおすすめの練習方法があるんですけど、まあ、それは何かっていうと、立ちから、このシフトに入るっていう練習方法ですね。ニューヨークでシフトトーマスをいきなりやってみるという形になります。ちょっと一回やってみます。はい、こんな感じになりますね。まあ、かなりねしんどいんですけど、まあ、そのやっぱりニューヨークから入るとね腰がすごい高くなっちゃうので、でその腰の高さからこの形、シフトの形に行くので、ね、まあね、かなりしんどいんですけど、これできればね、キープ力しっかりつくと思うので、おすすめの練習方法かなと思います。はい、シフトトーマスのやり方をまとめると、まずその普通のトーマスじゃなくて、こういった腕を使うトーマス、腰を高くキープしたトーマス、前の僕が上げた動画にあるので、まあ概要欄ちょっと説明のところに入れておくので、ね、またそちらの方をチェックして、そちらを覚えてもらってからシフトトーマス練習すると、まあ、かなりね、やりやすいかなと思います。はい。で、まあ、まずそのトーマスを覚えてから、まあ、まず一発とりあえず、シフト入る練習してみるっていうのがいいかなと思います。まあ、いきなりのここから、ここですね、このやり方をやってみて、その足閉じる感覚を、まあね、掴んでもらえれば最初はいいかなと思います。で、まあ、それできたら次はトーマスして、一周して、シフト一回入れてみると。で、それでまあ、後ろまで引けるまで、できるようになったら、いいかなと僕は思ってます。で、まあ、他にもそのニューヨークからシフト入る練習だったりをひたすら練習して、シフトを覚えていくのがいいと思います。まあ一発ならね、簡単にできると思うので、まあその連発をしたい人は、もうね、とにかくね、毎日やった方がいいです。僕も1年ぐらいかかって、連発、2、3発できるようになったって感じなので、まあ、これかなり根気のいる練習、まあ技なんでね、まあ、ぜひともね、やりたい人はね、しっかり毎日、まあ毎日じゃなくてもいいんですけど、僕毎日やって怪我したりしてるんで、まあ、無理せず、まあ、空いた時間でしっかりやるのがいいかなと思います。はい。まあ、今回は、以上になります。また、シフトトーマス、まあ、今回やり方だけ説明したんですけどね、まあ、筋トレ方法など、また動画にしていこうかなと思うので、まあ、またそちらも見てもらえたら、いいなと思います。はい。まあ、かなりね、筋力も、必要だと思うので、この技に関しては普通のトーマスと違って、まあ、常に腰上下しないといけないし、腰の高さは大事になるし、まあ、その腕、まあ、ほぼ腕で支えるって感じなので、まあ、やっぱりね、筋力が必要かなって思ってます。まあ、あと腹筋ですね。腹筋が特に必要になるかな。まあ、常にこの状態なので、前はこうやし、後ろは腰高いしみたいな感じなので、まあね、
まあ今度そういった動画もね、作っていきたいなと思います。まあすぐに上げるかなって思ってますね。まあこの後でも撮って作ろうかな。まあまだわかんないんですけども。まあちょっと説明だけだとね、まあかなり難しいと思うので、またそういった動画ね、作ってあげていこうかなと思います。はい、また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございます。